どうも、昨日放送されました推しの子第8話ママしかセリフがなかったルビーでございます。私ですね、6月30日に東京ドームで行われます巨人と推しの子のコラボ始球式ですね、現地観戦させていただくんですが、これでいきます。T シャツはね、これドライブイントリなんで、僕は多分ユニフォームですかね。私、ジャイアンツの推しの子は坂本勇人選手でございますんで、坂本のね、ユニフォームなどを着てですね、行こうかなと思ってるんですが、これで行きますからね、皆さん、ぜひとも6月、30日の巨人戦をですね、視聴していただきましたテレビでね、ぜひとも探してみてください。私、ジャイアンツの、ベンチの上にいますから、こんなんおったらね、ぜひ探してほしい。で、見てこれ、なんかちょっとさ、煉獄さん感ないこれ。ね。煉獄さんですでもいけません。なんか女装した煉獄さんみたいな。もうなんかそういう空気感あるなみたいな思いながらね、思ってますけど、わぁ、長いわ、ロングの女性ってほんま大変やなとこれね、思ってる人でございますけども。ね、そんな、第8話、どんな8話やねんって話なんですけど、第8話のね、感想を語っていきたい。まあ、2週間ぶりですよ。先週総集編やったんでね。これまたね、世間とのズレ感じたんですけど、ツイッター見てたらさ、あれ今週推しの子休みなみたいな、そういう感想結構見かけたんですよね。いや、総集編言うてたやん、みたいな。公式が、7話放送終了後に、来週は、振り返りやるんで、みたいな、言うてたやんって思ったんですけど、やっぱ推しの子ってさ、もう爆発的な人気と言いますかね。そんないつもね、アニメ見ませんよ、みたいな方も結構見てるのかなと思ったりもするんですよね。もうそれこそね、アイドル、YOASOBIさんなんてすごいことになっていますしね、埼玉スーパーアリーナですか、埋めてすごいなと思ってる人でございますけども、いろんな人が見てるからさ、それ総集編の情報とか、集めてないんだと思って。で、その方はね、金曜日に発信されてたから、配信勢なんだと思うんですけども、配信されてないやんと、休みやんみたいな、ショックみたいな、なんか感覚違うなみたいな。やっぱアニメオタクはさ、総集編って発表された瞬間にさ、総集編なんやみたいな、万石つけみたいなさ、言い出すけど、世間の人たちはそれすらも調べずにこう、次の配信日を待つんだなっていうところ、その感覚のズレを感じた推しの子でございますが、違うよ、8話の話よね。8話の話。今回の8話はですね、ほんまに簡単にまとめますと、アクアと、アカネちゃんがビジネスとして付き合いますよと。ほんで最後に、メムチョがビーコマチに誘われましたっていうお話やったと思うんですね。この中で私はですね、いいなと思ったシーンは1点だけございまして、それはですね、アクアと有馬カナちゃん、このキャッチボール、これめちゃくちゃいいシーンやなっていうところがあったんですけども、アクアね、口でも言ってましたけども、有馬カナちゃんに対して全く気を使わないんですよね。それは有馬カナちゃんね、喜んではいましたけども、全然気を使わないし、なんか楽だなみたいな、多分そんな感じやと思うんですよ。で、アクアっていうのは、今回ビジネスとしてね、付き合うことになりました。アカネちゃんだってそうですし、その他の、皆様もそうなんですけども、計算して接してるんですよ。復讐するためにこいつって使えるんじゃないかなとかね、そういうね、言うてしまったら打算的に生きているのがアクアだと思うんですけども、何も計算せずに、心のまま接しれる相手が、有馬かなちゃんっていうところで、普通にセリフを聞いてるだけでもわかりますし、そもそもね、有馬かなちゃんとキャッチボールを、することによって、あかねちゃんに対しての気持ちって恋愛じゃないなって感じていく。これ逆に言うと、有馬かなちゃんに対する気持ちって恋愛なんじゃないのっていう、見方にもなりますし、そのアニメーションの部分ではやっぱ良くてですね、有馬かなちゃんに対して冒頭を投げるとかだ、中二病やーみたいな指摘をされてさ、剛速球ガーンつって、投げるとか、ほんまに気持ちのまま、接してるんですよね。それが、セリフだけではなくて、アクアの行動から、アニメーションからも、感じ取れるようになっていたっていう、キャッチボールのシーンっていうのは、非常に素晴らしかったなっていうところで、8話の中では大好きなシーンだったんですけど、もう8話見てさ、8話見てというか、8話まで見てっていう形やと思うんですけど、ほんま、推しの子という作品はさ、私の中でね、めちゃくちゃ難しい作品というか、もう頭を抱えてしまうようなね、作品だなーっていうのをすごく感じておりまして、8話もそうなんですけども、推しの子見てると、楽しいんですよ。はい。めちゃくちゃワクワクするんですよね。で、今回の8話もさ、もう終わった?みたいな。
感じだったから、やっぱワクワクしながら視聴してるんですよね。で、推しの子でなんで私がワクワクできるかっていうと、いろんな要素が詰まってるからだと思うんですよ。そもそも第1話っていうのはまあ90分ありましたけども、星野愛という、最強のアイドルを描くっていうね、もうアイドル作品としては本当に素晴らしい、1話しかないですけどもね、ね、最高傑作のアイドルものやったと思うんです、推しの子第1話っていうのは。でも、そこから、アクアの、復讐劇が始まりまして、サスペンスというものを描く。その中で芸能界の裏側っていうところも描いたりだとか、まあ誹謗中傷って題名だよねっていうメッセージがあったりだとか、それこそ仲間の大切さとかもそうですし、第8話に関しましては恋愛っていうところもがっつりとやり始めてるっていうところで、もうなんていうんですかね、私にとって推しの子ってテーマパークみたいな感じなんですよ。いろんな要素を楽しめるっていうところでね、なので私はワクワクすると思うんですよ。今回は何してくれんねやみたいな、今回こんなことすんの、ピエヨめちゃくちゃおもろいやん、ルビーアイドル頑張ってくれ、でアクアの演技もすごいなとかね、やっぱワクワクする要素ありますし、そのアニメの見せ方っていうところ、まあ今回の第8話なんて閃き監督がね演出をやっておりましたから、まあバン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 、光るものがあった。それこそ先ほどのキャッチボールもまあ素晴らしいなっていうところもありますし、あかねちゃんですよね、愛のモノマネをしてるときはですね、あの星が入ってるんですけども、素になるとまああの星がなくなるっていうところで、アクアに、告られるというかね、キスされたときはね、もうがっつりメス顔にねなってましたけども、黒川あかねとして喜んでるんで、星はね、目から消えてるっていうところもそうですし、まあ星つながりで言いますと、復讐っていうのをね考えると、アクアの目って黒くね輝くんですけども、今回ですね、アカネを利用できるって分かったわけでございますから、黒い星の中にアカネが映ってるっていう、もう完全に利用してやろうっていう、そこの見せ方もねいいですし、まあ最後ね打ち上げで飲んかなんか飲んでましたけども、コーラかな、アカネとアクアがね会話してる時に黒い飲み物を飲んでるっていうところも、あ、復讐としての、関係性、ビジネスの関係性、真っ黒な、関係に今はね、なってるんだなっていう見せ方もあったかと思うんで、そういう演出面もいいですし、何が来るかわからないテーマパークのワクワク感、そしてもう引きが強いじゃないですか、推しの子は。もうメフィストがさ、かかったら、もうワクワクするもん。ティーリリ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 リって流れたら、どんな引きすんのみたいな。で、ティリテッテッティリテッで、つてりりってなったら、ふぅーみたいな、ラストチャンスゲーって、もう、ふぅー来週楽しみってなるっていう。だからほんまにまたテーマパークに行きたくなるような、工夫が、なされてるので、おしゃれ後ほんまにワクワクするんですけど、楽しいんですけど、面白くないんですよ。作品として。私はね、私は、推しの子見てて、おもろいってならないんですよ。ワクワクはするし、楽しいなーって、見てて楽しいなーって思うんですけど、面白ってならなくてですね。やっぱ今回唯一面白ってなったのは、アクアと有馬からちゃんのキャッチボールのシーンだけ。あのシーンはほんまにおもろいなって思ったんですけども、それ以外はおもろいってならなくて、私がアニメを見ていて面白いって思う瞬間って、脚本が光る瞬間なんですよね。うわ、この脚本うまいなとか、あ、この脚本感動できるなっていうシーンを私は、面白いって捉えます。で、さらに、その面白いってね、脚本をアニメーションの力強くと演出ですよね。なので、底上げするとより面白いってなるんですよ。今回のキャッチボールのシーンっていうのは、アクアがカナちゃんに対して気持ちのままに接しているっていう脚本もいいですし、それを、冒頭投げるだとか、剛速球投げるっていうところのアニメでも見せてくるっていうところが、ハマっていたので面白いなと思うんですけども、そこ以外はね、いや、本当に面白いって思わなくて、でですね、そのメムチョ加入っていうところも衝撃はあるんですけど、まあメムチョの加入に関してはね、公式がやんわーりこう匂わせたんで、そこまで衝撃はなかったんですけど、まあ引きはいいなって思うし、そのアカネちゃんのね、愛を演じるっていうところもね、その第1話の愛のシーンを重ねるっていうところも非常に多いからワクワク、しますし、それこそ、まあ7話よりも前もね、いろんな要素があってワクワクするんですけど、これがやっぱ私の中では裏目に出てるというか、一つ一つが弱いなって
感じてるんですよね。まあ、まとまりがないっていう言い方が一番正しいのかなって思ったりもするんですけど、あれもやりたい、これもやりたい、でもこれもやりたいし、それもやりたいしっていろんな要素があるものですから、私の中ではやっぱとっちらかってる印象なんですよね。でも推しの子ってまだまだ原作続いてるし、アニメでやってるとかなんて序盤やから、まあ、種まきの段階だからこそいろいろととっちらかってるのかもわかんないし、そう見えるだけかもしれないんですけども、でもアニメ勢としては今放送されてるアニメを見て推しの子が面白いかどうかって感じ取るんで、そこに関して言うと現状は面白いとは思わないですね。ワクワク感はすごいけど、ほんまにワクワクするし楽しい作品やなって思うんですけども、面白さっていうアニメのね、アニメの面白さっていうところは私は推しの子からはなかなか感じ取れてないなっていうところが現状でございます。だから難しいのよ。ワクワクするからさ、楽しいなって思うから、まあ好きなんだと思うんですよね。推しの子は好きなんだと思うんだけども、でもやっぱ面白いなとは思えないっていうところのこの葛藤ね、私の中でね、ありますよっていうところをね、今回8話見てより強く感じたなというところで、ございました。ということで、以上で終わります。もう、白金あと3話ですから、11話で終わるんでね。9、10、11、残り3週間でございますけども、まあ、これ面白いなと思える瞬間がよりたくさん来たらいいなと思ってる次第でございました。見た日皆さんはですね、8話の感想を教えてください。チャンネル登録するかどうかをお任せするんですけど、おすすめ動画だと思うんで、あと1本くらい視聴していただきます。ハイワイディス、ハッピーラッキーみんなに届け。では、ママしかセリフがないルビーでした。